自動車を運転中に赤ちゃんをあやせる強い味方になりそうです。後部座席にいる赤ちゃんがあやせない、そんな時に自動車のセンサーなどの技術を活用した小さなロボットが身代わりになってくれます。日産自動車と赤ちゃん本舗が開発した子守支援ロボットイルヨは、運転席近くの小型ロボに言葉をかけると、 チャイルドシートに設置したメインのロボがいないいないバーをしたり手を振ったりします赤ちゃんが寝ているかどうかも小型ロボの目の開きで親が確認できます今のところ販売の予定はありませんが体験会を通じて今後の取り組みにつなげたいとしています